ありがとうございました。ね、天井の勉強です。あの徐々にお客様が集まってくれて、まあちょっと挨拶してください。田村まさかと申しまして、ここで宣伝をさせていただいております。まあ何かのご縁があってこうやってお会いできたんだとですね。あのもう本当に1年以上になりますけど、コロナになってからもう私のあるその舞台の活動がもう一切なくなりましてね、本当に頭がくるんですけどね、本当にね、まあたまたま私は網走に暮らしておって、ここのロビーを好きなように使わせていただいてるってね、この環境ね、だからまあここで出会ったお客様に、まあ今何ができるかって言ったら、例えばウェブで YouTube で配信するか、そんなことぐらいしかないのかもしれないなと思って、まあ、田村まさかを覚えていただいて、YouTube 見ていただければ そっくりさんというかモノマネやってた頃の映像なんかもありますからね、そこら辺で応援していただければ嬉しいかなと思います。それで今はね、そのいい音楽を聴いて心に響いたら免疫が強くなるんだよってね、免疫が強くなってコロナぐらいには負けないような免疫をつけるんだよってね、これはもう何でもいいから信じた人に奇跡が起きますからね、どうぞ一つ信じてみてください。じゃあピアノあと2曲やって、オカリナという楽器をやりたいと思います、ね、パッヘルベルのカム。
はい、お送りいたしました。これね、パッケル・ヨベルのカノンはもう、それこそ小さい子供たちがね、ピアノの発表会で弾くぐらいの有名な曲なんですけど、この今日やったのはアレンジがかっこいいですよね。あのアメリカのジョージ・ウィルソンっていうね、男性ピアニストのスタイルで今日やったんですけど、もう最初聞いた時びっくりしましたけどね、これなんじゃこれはと思ってね、とってもかっこいいなと、まあそういう。